チーズ会でーす。ゆうか、なつこ、なら、なおか、じゅか。今回の企画はこれです。じゃじゃん。エッセイ芸術家ニューヨークへ行くゲームでーす。何それ。イエーイ。何それ知らない。お絵かき版みたいな感じ。あ、そう、それ。オッケー。はい、やってみよう。レッツメイクアパーティー。オッケーですか、皆さん。はい、オッケー。わかりましたか。はい、じゃあ、行こう。レッツお絵かき。じゃあ、私からいきます。2番手、私。短くない？みんな一筆しか書けないから。なんかふーんってつなげてなんとなく書いていいでしょ。そんなあのね、ピカソみたいなセンスはないんだよね。でもわかるよね、レベル1だからね。あ、レベルがあるんだ。だんだんちょっと難しくなって。あいつ絶対今風船書いたぞ。もう分かっちゃったかもしれない。何前の人。前の人マジ何。前の人絶対風船書いてるね。ラストラスト、はい、行く。ラスト言うか。あんた何書いてる。困惑してるよ。どこで困惑してるよ。しかもこれどうしたらいい。やばいよね。なんか大困惑だよ。多分何が一番いけないかって、あの絵心ないなおかとなつこ挟んでくる。違う違う、マジでこの人マジセンスないから本当にやばいよ。でもなんか書いた感じ、はい、なおかちゃん何書いてるの。マジでやばい。この人はちょっと微妙だって。この人だよ絶対。もう一人伊勢じゃん。よし、できたぞ。いきますよ、いきます。いい、オッケーオッケー。みんな準備、心の準備いい、はい、よ、せーの、じゃん。第1、ナナちゃん緑のペン、はい、緑のペン。これね、これ緑、私緑のペンで、はい、ね、これね、ナナちゃん、はい、その内側の風。やばいな、紫、紫は私が描いた。口を描いたじゃね。で、オレンジじゃない、オレンジ、オレンジのこの羽を。その人マジわからん。なおかが書いてくれました。で、このね、ピンクの窓口がなっちゃうんだね、はい。で、このね、あの、グリーンピースたくさん、これは、ゆうかが書いてくれました。はい。はい。SA だと思う人、みんなで一斉に指差します。はい、そうですね。はい。わかったわ。一斉ので、なおか、ゆうか。いや、そこにね、もう、いや、おかしいだろ、おかしいだろ。グリーンピースだったもんね、一人だけね。グリーンピース。なおか。完全になおかですね。はい。みんなで何書いたのか一斉に言っていきましょう。はい、せーのーね。携帯電話。なんて言ったの？なんて言ったの？グーフィー。グーフィー。ちなみにグーフィーの何？耳？耳かな？そう、耳。これが顔の輪郭で、これがあの鼻、鼻あたり、鼻あたり。ね、これ耳。いや、これ多分飛べるぞ。やばいよ。私の中の携帯電話ってもうスマホに切り替わってて、スマートフォン書いてて、ま、私ホーム画面のさボタン書いてて、なんか画面ついてる、こんなちっちゃい画面ついてごめん、昔の携帯は私がホーム画面で、そう混ざってなと思う。そう、混ざって同じ携帯だけど、でもなんか伝わるかなと思う。そっちの方が携帯ってわかるかなと思って。はい、ということで出てる。はい、じゃあ次行きましょう。ちょっと待って待って待って。なるほど。はい、では第一走者から。ちょっと待って。え？合ってるかな？これさ、多分一番最初なんかちょっとダメダメじゃない？絵心はない。結構チームプレイ大事。そうだね。うん。一人じゃ、うん、多分ね、無理、まあ、無理しないで。相手ちょこっとでもいいよ。あ、オッケー。でもこれ S さん結構むずいんじゃない？むずいと思うよ。うん、また縦巻き書いたの？どうしたの？不安だ。不安だよ、もう。え、どうしたらいいの、これ。そんなに？もう一周してみる？あった方がいいと思う。もう一周。もう一周はやめようよ。じゃあ、時間持ってきて。はい、ラスト問題ね。多分もう最後に書いた人間なんだけどさ、もうやばい。やばい？ 1、2番手がね、大丈夫。ドン。
ちょっと待って。第一人者。こちら。はい。ね、それ何だったのマジ。なおかが書いたこの下のね、箱、段ボールのね、箱をね、書いてくれました。第二走者、夏子が、戦車の上の部分を。なんで箱、怪しいよ箱積み上げたの。え、待って。怪しくない？エセ一人だよね。エセが一人になるよ。第3のユーカが書いたのがこっち。ユーカだったの。こっちじゃない。こっちか。なんかこれな、これな。右の棒をつなげた。なんかこのね。あ、それ私。なんか特徴的。とんがりコーン。とんがりコーン。うん、つけてくれました。で、私最後ね、ここにね。タイヤそれ。あ、なんか。戦車を完成させました、ちょっと。戦車ね。え、ちょっと見せて。あ、すごい。これやばいって。おいしょー！はい、こんな感じです。ラスト問題。いや、さすがにね、強敵が来たね。これは多分視聴者さんもわかんない。わかんない。でも、1位かもね。もう2択だよね。最初からあれはないな。なんかあの、下のあれも気になるよね。一番下の人もなんか気になるよね。これ多分怪しいよね。ね、あの人も気になる。私はだと思う。うん、私もこれだけは知ってきたけど。なんであんたたち組んでんの？一回あの、犯人当てよ。せーの。なおか。じゅか。じゅか。なおかが3人。ジェイが。なおか。ジェイが2人。なんかここ二人とももしかして衛星なんじゃない？それがないと思う。最初からあれ行く？いや、行かない。行かないよね。行かないよ。本当にこれでなんかが衛星じゃなかったら相当センスないことになる。本当になんで一回目でこの箱を書いたのかすごい気になる。てか多分知らないのかな？衛星さんだーれ。はーい。おい、うわ、迷ったー。正直。イエーイ。近くに繋げるぞ、ね、っていうかさ、なんなのじゃあこれは説明してもらおう。もうちょっと、ええ困惑、大混乱。私は学校だと思ってて、学校だと思ったから上に下げてみた。でも第一走者が悪い。これ何書いたの、なんか、ね、何を書いたの。いや、そもそもさ、お題言っていい、うん、お題がさ、あ、待って、お題前。そうだ、当ててもらおう。じゃあ、お題当てて、夏。あ、そうだね。まず、はい、じゃあ、夏にこれ、お題を当ててもらいます。わかった。せーの。ハト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 なんか、頑張って書いてみたの。あ、やっぱそうだよね、だから。そう、なんかね、そう。じゃあ、もう答え言っちゃっていいの、これ。はい、いいですよ。せーの。ペガサスペガサスね。はい、最初の人何だから本当に、だからこのお題を知ってなおこれが何なのか私には分かる。ちょっと説明して。どう言っちゃった第一。あの、そもそもの問題ですよ。分からないかな。そう、ペサガス。ペサガスペサガスなんか臭そうな女だみたいな。ガス出ちゃってる。なんか科学のあの試験管とかのあれかと思ったんですよ。の分で、そう、科学の試験管だと思ったから、その試験管を入れる土台を作った。今すぐペガサスグーグルでググってください。鳥よね。ググって。鳥なの？ペガサスはあの翼の生えたここにユニコーン別名。ええ、あ、そうなの。そう。そう、だから私は土台を作ったんですよ。そしたらまさかその土台の上にまさか置物が置かれると思わなかった。から、それはもう夏のせいですね。そう、これは多分第一走者が悪かった。完全に。本当に。だって、建物作ってるのかと思ったもん、普通に。建物作ってるからこれ2階建てなってる。そうそう、2階、とりあえず2階にしとこうみたいな思で、私もね、まあ2人に言ってもらえた。これはね、あの、足描こうとしたの。G スライが完成させたユニコーンでーす。ペガサスな。なんでユニコーンってずっと言うの。はい、こちらね、ペサガスとして。イェーイ、難しい。やっぱ絵心ね。やっぱ G スライちょっともうちょっと絵心を。そうだね。頑張っていきましょう。そうです。というわけでね、皆さん、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。マイベー、マイベー、マイベー。We wish you a merry Christmas. 何言ってんの？ We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. When the happy new year. 絶対使ってくださいね、ここ。
絶対使ってもらう。絶対使ってもらう。